山田教会カトリック、山田教会は、長崎県平戸市の行き着き島にあるキリスト教の教会及びその聖堂である。行き着き島は、1558年のガスパルビレラ、神父による、宣教以来隠れキリシタンの多い島で、1865年の神徒発見の後に、黒島から神徒が島を訪れて、カトリックに戻るよう働きかけた。当初は、なかなか応じなかったが、 1878年に平戸に来たアルベールペルー神父によってカトリックの洗礼を受けた人々が山田教会の神徒の祖先である。1880年には仮聖堂があったらしいが、またら神父により1909年に教会建設に着工、1912年に完成、建道された。その後1970年に改築、一部増築が行われて、 現在の形となった。なお、行き着き島では、明治初期のカトリックの再選教授に、これに応じず、潜伏時代の信仰組織、様式を守り続ける、隠れキリシタンの信徒も多く、今も維持されている。長崎県内や周辺各地で、数多くの教会建築を手掛けた、鉄川義ヨの設計、思考による、ロマネスク様式の教会堂である。 教会内部の壁面には蝶の羽で作られた装飾画が飾られている。これは1990年頃に当時の主任司祭が自ら蝶を採集して作り上げたものでカトリックの7つの秘跡を描いたものである。教会の前提には1987年に劣勢された行きつき島出身の聖人トマス西の劣勢記念碑が建てられている。 郵便番号859-5704長崎県、平戸市行月町山田面442ありがとうございます。